はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは、皆さんにちょこっとチョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて、理系頭になっていこうということを目的に配信しております。ということで、昨日ですね、ヤフーニュースを見ておりましたら、気になるニュースがありましたので、そちらの方を取り上げて、今日のお話ということにしたいなと思うんですけども、どういったニュースだったかというとですね、6月からね、6月に、北海道南部でスルメイカ漁が解禁となったんですが、めちゃくちゃスルメイカ取れへんやんということでね、大不良のね、ニュースを見ましてですね、全然取れてないんやなというふうにね、感じたわけなんですけど、ここね、近年ですね、日本近海の魚介類はですね、もう本当にね、不良続きで、確かにね、スルメイカもですね、全然取れてないということはですね、そういうことはね、聞いておったんですけども、もう輪にかけてですね、もうめちゃくちゃ取れてないと。そのニュースをですね、ヤフーニュース、ネットニュースをちょっと抜粋してね、読みたいなと思うんですけども、函館で今シーズンの漁が始まりましたが、5日朝に水揚げされたのはわずか200キロ。初水揚げの量としてはここ5年で最も少なくなりましたということなんですね。さらにですね、2001年に、スルメイカのね、漁獲量をの調査を開始したみたいなんですけども、それ以降、2001年調査を開始して以来、2001年以降で最も少なく不漁ということなんですね。で、2013年の、ね、スルメイカがかなり多かったみたいですけど、水揚げ量がですね、それのね、6分の1というふうになってしまったと。いうことなんですね。で、初競りでは1キロ8000円と去年の3800円を大きく上回る最高値がついたんですけども、なかなかそんだけ高いとね、7匹で3000円なんですよ。7匹でだいたい1000円ぐらいだったみたいですけども、非常に、高いと。なかなかね、消費者の方もね、なかなかそんだけ高いイカをね、買ってくれないからもう商売になりませんと。もう燃料代にもなりませんとかですね。とにかく量がなければ商売にならないし、お客さんも買ってくれない、それに尽きるとかですね。もう本当にね、商売になりませんと。もう休みます。もう20匹です。もう休みです。商売になりませんとかね、そういったね、コメントもね、書かれてるぐらいですね。非常にね、不良になっていると、いうことなんですね。もうイカが取れないと。いうことなんですね。で、このニュースを取り上げて、イカ、ってことですね。で、イカのね、話をね、したいなと思うんですけど、イカはイカでもですね、いろんなね、取り上げ方があると思うんですが、今日はですね、イカをですね、煮たり焼いたりすると、くるくるなんかこう、丸くなりますよね。今日はね、それです。ね、なぜくるくる丸、くるくる丸くなるのかっていうね、イカをね、焼いたり煮たりすると、っていうお話をね、ちょっとピックアップしてね、したいなと思います。なぜ不良になったのかっていう、その原因究明とかね、そういったお話ではなくてですね、イカを煮たり焼いたりすると、なぜくるくると丸くなるのかっていうね、お話をしたいなと思うんですけど、見事なまでにね、くるくる丸くなりますよね。うん。で、なんかその、爪楊枝刺したりとか、竹串刺したりとかして、こう丸くならないようにね、してるめ工夫してね、料理する場合もありますけども、これはね、どういうことかというとですね、イカのね、体の作りをですね、皆さんとね、こう、おさらいしていくというかですね、学んでいくとね、分かっていくんですね。胴体、外頭膜と言いますけども、胴体のお肉の構造にですね、関係してるんですね。で、イカの胴体のお肉、食べてる部分ですね、はですね、一番内側に一層の内皮、がありました。皮ですね。内皮があって、その外側に筋肉、筋繊維ですね。さらに一番外側に表皮があるんですね。で、体表面から表皮、筋肉、内皮というふうな、体の作りになってるわけなんですよ。で、この一番外側にある表皮なんですけども、最も外側が第一層で、順に第二層、第三層、第四層というね、4層構造になってるんですね。一番外側の表皮はですね、1、2、3、4、4層の層になってて、で、筋肉、内皮というふうになってるわけなんですね。で、これね、イカをですね、料理する前にですね、皮を剥く場合がありますよね。で、手で簡単に剥けるのは、この表皮の第2層までで、第3層と第4層は簡単に剥くことができないんですね。特に第4層、筋肉とね、第4層、表皮の部分の第4層は、繊維状のコラーゲン、コラーゲン繊維というんです
ですが、とても硬いね、タンパク質でできていて、内側の筋肉と強く結合しているためですね、とても剥きにくくなってるんですね。で、一方でですね、筋肉の筋繊維もタンパク質でできてるんですけども、お肉はタンパク質ですよね。うん。で、コラーゲンはね、数パーセントしか含まれていないのでですね、まあ、ちょっと硬いんですよね。うん。なってるわけなんですね。で、第4層のコラーゲン繊維はですね、体軸に対して平行、要は、縦方向の繊維状なんですよね。うん。で、一方ですね、筋肉の筋繊維は体軸に対して直角、横方向に走ってるんですね。つまりですね、どういうことかっていうとですね、第4層のコラーゲン繊維と筋肉の筋繊維は直角に交わってるんですね。縦と横でね。うん。で、イカを加熱すると、コラーゲン繊維も筋繊維もですね、こう収縮するんですけども、コラーゲン繊維の方が筋繊維よりも強く収縮するために表皮を内側にして丸くなるということです。縦方向に走ってるこのね、コラーゲン繊維が非常にね、硬いタンパク質ですから、急にギュンってなるんですね。で、筋肉繊維はですね、まあ、コラーゲンちょっとしか含まれてないから、その強く収縮するのはコラーゲンの方が強くって収縮するので、なので表皮、内皮をね、内側をこう、内側にしてね、内皮側の方を内側にして、ぐるんと、こう、丸くなってしまうと、いうことなんですね。表皮の第4層が筋肉についたまま、つまりですね、表皮の第4層が硬いコラーゲン繊維のやつがね、筋肉についたまま煮たり焼いたりすると、丸くなってしまうということなんですね。だから丸くなってしまうということはですね、その表皮の第4層、コラーゲン繊維がちゃんと取れてないという証拠にもなるんですけども、それをしっかり取ってあげると、ぐるんとね、丸くなるのは抑えられると、まあ、いうことなんですね。うんうん。じゃあ、第4層のそのコラーゲン繊維、ね、皮を剥く方法なんかないんですかと、いうところですよね。ね、実はね、あるんですよ。で、胴体のね、端の方から、まあ、付近などで強く擦るとですね、取れます。さらにですね、熱湯に1、2秒くぐらせて、すぐに水で冷やせばですね、意外と簡単に剥けますので、ぜひね、こうね、焼いたりね、煮たりするとね、くるんとなってしまうね、そういったお悩みのあなた。付近で強く擦るか、熱湯で1、2秒ヒュッてやって、氷水に浸して、水でね、冷やして、剥くとですね、簡単に剥くことができますから、ぜひね、お試しあれと、まあ、言ったところですね、ということでね、まあ、これからね、バーベキューの季節にもなりますし、海鮮焼くとね、美味しいですからね、その時にね、ちゃんとね、コラーゲン繊維の表皮の第4層をですね、取ってあげると、もう丸々ことなくね、もう本当に、もう、めちゃくちゃ美味しく焼けますからね。丸くなるとね、まあ、確かにまあ同じイカだから、味は変わんないんだけど、ちょっと見た目も悪いし、なんかね、まあ、回ってきたな、みたいなね。ちょっと抑え込んだりとかするけども、もう無理ですから、それね、収縮しちゃってるんで。なのでまあこういった第4層をしっかり剥いてあげるとですね、もう綺麗に丸まらずにね、そのまま丸々ボンって焼くことができますから、ぜひね、今度ね、バーベキューでイカを焼こうと思ってる方はですね、ぜひね、コラーゲン繊維のところも取ってあげると綺麗に焼けますよと。いったところですね。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんもさよなら。バイバイ。